こんにちは、ナミネリツです。今日は私がナレーションを行います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は成田高速鉄道アクセスが所有する成田湯川駅に来ています。まずは本日ご紹介するハイライト画像をご覧ください。次に成田高速鉄道アクセスの説明を行います。少しややこしいので頑張ってついてきてくださいね。まずは地図をご覧ください。すごくごちゃごちゃしていますね。はじめに鉄道事業者について簡単に説明すると、第一鉄道事業者は鉄道施設を保有し列車の運行も行います。ほとんどの鉄道事業者がこれに該当いたします。第二鉄道事業者は鉄道施設を借用し列車の運行を行います。第三鉄道事業者は鉄道施設を保有し第二鉄道事業者へ提供します。そして成田高速鉄道アクセスは第三鉄道事業者で第三セクターの会社です。つまり地図にあるように印旛日本医大駅から成田空港高速鉄道接続点までの 10.7km の線路と成田湯川駅の施設を保有する第三鉄道事業者です。ちなみに第二鉄道事業者は成田高速鉄道アクセスが保有する線路と成田湯川駅に使用料を支払って有料特急のスカイライナーやアクセス特急を運行している京成電鉄になります。また余談ですが、地図にも記している通り京成電鉄の目線で説明すると、成田空港までのアクセス路線として京成高砂駅から小室駅までを北総線に乗り入れ、小室駅から印旛日本医大駅までを千葉ニュータウン鉄道から施設を借用、印旛日本医大駅から成田空港高速鉄道接続点までを成田高速鉄道アクセスから施設を借用、成田高速鉄道アクセス接続点から成田空港駅までを成田空港高速鉄道から施設を借用しています。なんだか複雑ですね。眠くならないでくださいね。まだ株主構成や経緯なども説明したいのですが、話が長くなってきましたので今回はやめておきます。それでは皆様、大変お待たせいたしました。いや、誰も待っていないか。まずは成田湯川駅から乗車してきたアクセス特急をお見送りいたしましょう。アクセス特急は終点の成田空港駅を目指し出発していきました。オレンジのラインがとてもかっこいいですね。この先は印旛日本医大駅、京成高砂駅、京成上野駅方面です。何か思いついたようにオサタンさん振り返る。そして先に進みます。それでは次に成田湯川駅のご紹介をいたします。成田湯川駅は千葉県成田市万崎にあります。場所は印旛日本医大駅と空港第二ビル駅の間にあります。成田湯川駅の開業は2010年7月17日です。
駅の構造は相対式ホーム2面2線ですが、その中間に通過線が2線あるため2面4線を有する高架駅になっています。また駅の空港第2ビル駅よりが単線になります。後でホームの先端に着いたら映像でも確認してみましょう。1日の乗降客数は2020年度の調査によると1077人で、成田高速鉄道アクセス唯一の保有駅ではありますが、とても少ない駅になっています。今回のおさ旅では京成電鉄線にカウントをせず、第三種鉄道事業者ではありますが成田高速鉄道アクセスで取り上げさせていただきました。駅の周辺は北側には民家がちらほらとあり、神社や郵便局がありました。南側は少し歩くと成田ニュータウンが広がっていました。成田湯川駅ができたことで駅の利用者が増えてほしいものです。でもほとんどの人がマイカー利用なんでしょうね。いろいろな紹介が多く大変お待たせいたしました。ここからはのんびりと成田湯川駅の様子をご覧ください。このままホームの先端まで行ってみましょう。成田空港駅方面の先端に来ました。この先線路は単線になっています。そして終点の成田空港駅まで単線区間が続きます。複線にしなかったのは単純に建設費の節約だったのでしょうか。ではではホームを戻っていきましょう。今歩いているホームはとても狭いですね。おさたんさん、歩きながらの撮影は大変危険です。十分に気をつけましょう。左側に線路が4本ありますが、中2線はスカイライナーの通過線です。今回スカイライナーの通過映像が撮影できると良かったのですが残念です。一応1枚だけ写真を撮りましたので、こちらをどうぞ。ホーム幅が広くなりましたので少し安心です。それではエスカレーターで2階に降りてみましょう。もしやこの音はスカイライナーの通過では。非常に残念ですね。2階に着きましたね。コンコースをご覧ください。
成田湯川駅の模型と説明書きがありました。どうぞご覧ください。ではでは、次に1階に行きましょう。1階に着きました。1階のコンコースはこんな感じです。では改札を出てみましょう。改札を出ました。少し駅前を散策してみましょう。成田湯川駅は完成してからまだ12年ほどなので、全体的にとても綺麗ですね。成田湯川駅からの初乗り運賃は印旛日本医大駅まで470円、空港第二ビル駅は530円もします。かなりお高いですね。運賃の高さは冒頭で説明した複雑な事業者が絡んでいるためなのでしょうね。改札を出て左側にはJR 成田我孫子線が走っています。画面上では正面になります。成田湯川駅からおよそ 1.5 キロメートルのところに成田我孫子線の下総万崎駅があります。成田我孫子線にも成田湯川駅を作れば乗り換え駅になるのにな。今のところ需要がないんでしょうね。駅前広場はとても広いですが、少し寂しい感じがしました。それでも気のせいか、バスの発着が多かったようにも感じました。バスの需要はあるのでしょうね。では駅舎がどんな感じか見てみましょう。もう少し駅から離れてそろそろいいかな。さあおさたんさん、振り向いてどうぞ。立派な駅舎ですよね。ではでは、そろそろ映像も終わりに近づいてきましたので、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もどこかの駅に出没いたします。どうぞお楽しみにしてください。
それではまた次回にお会いするまでごきげんよう。